さっぱり素材を豆板醤を効かせたピリ辛ドレッシングで和えました。わかめと春雨のサラダをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずわかめは水につけて塩抜きをします。筋を取って食べやすい大きさに切りましょう。きゅうりと人参は縦半分に切ってから斜め薄切りにします。塩を振ってしばらく置きます。しんなりしたら水気を絞りましょうね。水っぽくならないようにここでしっかりと水切りをしておきましょう。春雨は食べやすい長さにハサミで切ります。熱湯で茹でて水に取ります。ざるにあげて十分に水気を切っておきます。ボウルに材料 A の酢、ごま油、砂糖、醤油、豆板醤、塩コショウを混ぜ合わせます。わかめ、きゅうり、人参、春雨を加えて和えます。わかめの食感が美味しい初夏にぴったりのあっさりサラダです。ぜひお試しください。